ハワサワリです。乾杯。イエイ。はい、ビルダーズ2やっていきます。はい、今日もですね、開拓島で常夏の楽園計画を進めていこうと思います。はい、前回ね、このね、更衣室めっちゃ今、シドウくんがすごい勢いで入っていったけど、家に何やろ、あ、ペロちゃんが着替えた。ペロちゃんなんかね、全然着替えてくれなかったんですけど、普通の水着に着替えてくれましたね。まあ、ペロちゃんはね、なんか普段着も可愛かったんですけど、はい、このように更衣室、住民のみんなが水着かバニー服に着替えるっていう更衣室を前回作りました。はい、ちょっと待って、バーテンの彼がちょっとバニー服に着替えちゃったんやけど、ちょっとそれはまとめてなかった。マジか。どうしよう、見なかったことにしよう、もういいや。はい、前回ね、こういう風にね、受付風の1階と、よいしょ、2階はね、着替える場所としてね。はい、みんなね、結構ね、毎日ね、思い思いに着替えてくれるんですよね。うん、で、なんかね、気になったのは、タンスが1個しか機能しなかったんですよ。なんか、タンス分けてね、いろんなタンスに水着を入れてたんですけど、ここのタンスに入ってる水着しかね、使ってくれなかったんですね。だからもう全部水着はここにまとめて、ここはもう全部ね、オブジェ。タンスのオブジェみたいなことになってしまってるんですよね。まあこれは仕様なんでしょうね。こっちも同じく、この一番大きいタンスしかね、住民は着替えてくれないんですよ。ここに入れとかないとね、着替えてくれないんですよね。しかもなんかバニー服はね、色変えてるんですけど、未だかつて、違う色のバニー服を着てくれたことがなくて、普通のね、黒のノーマルなね、これも仕様なんかな。もうちょっと待ってみたいとは思うんですけど、ルルちゃんは今日は黒やん。黒も似合うね。なんか白の水着がめっちゃ似合うなと思ってたけど、黒もいい感じやな。そう、このように毎日ね、いろんなね、水着に着替える？あ、着替えへんか。いろんなね、色の水着に着替えてくれた私はもう眼福でございますよ。楽しいね。あ、ゼセルちゃんはバニー服着てるわ、今日。かわいいな。はい、そんな感じでね、無事ね、皆さんね、私の望み通り、水着かバニー服、はい、着ていただいております。嬉しいことでございまして。ハグリンとは毎日ね、このように追いかけっこしてるんですけど、よいしょ。楽しい。そう、でもね、やっぱりね、チャコちゃんだけは着替えてくれないんですよね。うん、やっぱりチャコちゃんは水着もバニーも着たくないってことなんでしょうかね。似合うと思うんですけどね、いつか着替えてくれる日を待ってるんですが、なかなか着替えてくれないんですよ。パッ、よっしゃ。はい、では今日はですね、はい、ここにトロッコをおもむろに置いてるんですが、はい、違うところをね、開発しますね。はい、じゃあ乗って、ちょっとね、遠いのでトロッコ敷きました。こっから曲がってまっすぐ行くとですね、はい、このように私のこの開拓島ですね、ふさふさ島ベースにしてるんですけど、ここにね、おっきいね、浅瀬があるんですよ。で、ここにですね、水上コテージ、はい、リゾートですね。南国のね、高級リゾートといえば水上コテージみたいな憧れが私ありますので、ここに、はい、コテージ建てていきたいと思ってます。今日はね、1個作ろうと思ってるんですよ。このね、ほんま広いんでね、めっちゃ広いでしょ、広いんで、まあ、1個作って、コピーして、住民のみんなに手伝ってもらいながら作ろうかなとかって思ってるんですけど、とりあえず1個作ろうかな。あと、大きさも、いろんな大きさのコテージ作りたいんですけど、とりあえず、今日は試しにちっちゃめのコテージを作ってってみたいと思います。これ、あれ？ここ、違うな。ここ違うぞ。こっちやぞ。早速ミステイクやん、設計図からミスってるやん私。多分こうですね、よいしょ。はい、こんな感じで10マス ×10 マスの正方形で、はい、作っていこうと思ってます。これちょっと待って、正方形になってるかな、ちゃんと。あ、なってそうですね。よし、 OK。 さっきね、肩だけ置いといたんですけど、はい、じゃあビルダーアイでどんどん置いていきましょう。このようにゆっ
白と木のぬくもりを融合したみたいな感じの色合いにしようと思ってるんですよね。ね、木の色とね、白色めっちゃ合うのでね、白もなんかあの木のやつを白に染める感じがね、私めっちゃ好きなんで、このね、あのこれは何やったかな、板の床を白に染めてます。これは何回か使ってますね、この板の床を白に染めるっていう手法はね、なんか気に入ってるんですよね。やっぱり好きな感じのさ、建築方法は結構使い回ししてしまうね。なんかやっぱ白基調が多いですね。染料も白ばっか減ってくわ。よいしょ。みんなもね、多分こだわりあると思うんですけど、私の場合は白染料を使ったね、色合いの建物が多いですね。はい、こんな感じで、はい、底上げしてます。これは木の柵使ってます。木の柵で2個上げて床をスタートさせてるって感じですね。この浅瀬は1マス分かな、丸1マス分の水の深さになってますね。で、あ、この上が浅瀬やから、ちょっと1マスよりちょっと上、そんな感じしますね。1マス分より若干上の感じしますね。うん、まあいい感じのね、最初からこんないい感じの浅瀬があったのでラッキーって感じだったんですけど、はい、ではですね、まず扉、ちょっと3マス上がってるから、さっきビルダー入れて扉置いちゃおうか。ここから始まるという感じでね。はい、なんか Google 画像検索で水上コテージってググって、それを参考に作っていこうと思うんですけど、なんかね、階段であの浅瀬のとこに降りれるようになってたので、真似して降りれるようにしたいと思います。ほいでね、なんかね、若干の螺旋階段になってる感じがおしゃれだったんで、そうやって作ろうと思うんですよね。このね、木の、よいしょ、あれ置けませんか。格子の床がね、結構ね、前回から気に入ってるんですけど、あ、置けませんか。そうですか、こうやったら置ける。あ、置けませんね。ここじゃなくて、ここに置いたら、これ置ける。あ、置けた置けた。このね、格子の床がね、なんかね、あの床に使うとなんか下が透けてる感じになって、めっちゃいい感じになるんですよね。まあ、ガラスの床もさ、下が見える感じやけど、この木と一緒に使うときはね、この格子の床、うん、いい感じになりますよ。はい、よいしょ。こんな感じでちょっとだけこうくるっとうねっとさせると、こんなんでいいかな。うん、こうね、ちょっと踊り場をつけてやるっていう感じ。くの字にこう、うん、あの階段が曲がってる感じがなんかおしゃれかなと思って。じゃあ壁置いていきますね。壁も木を使おうと思ってるんですよね。よいしょ。ちょっとね、この島はね、木とかレンガとか私が好きな感じ、うん、木とかレンガが好きなんですよ。この、まあ、モダンな感じのねやつもいいんですけど、柄が入ったやつとかね、壁かわいいのいっぱいあるんですけど、なんかね、こういうナチュラルな感じが好きなんですよね。よいしょ。じゃあ、はい、これがですね、木の飾り床を白に染めました。これで柱にしていきたい。うん、いい感じやわ、この色合い好きよ。はい、じゃあ木の壁で上げていきますね。なんかね、水上コテージの画像を見たらそんなに高くないんですよね、建物の高さが。だからそこまでね、上げたくないんですよね。3段ぐらいにしたいんですよね。そう、画像検索して見てみたらそこまで高い建物ではなかったのでね、その低い感じが可愛かったので、もちろん1階建てで、うん、そこまで壁も高さ上げないでおきたいと思います。これだね、木の壁ね、いっぱい作っとこう。よいしょ。指導くんだけはいつも様子を見に来てくれるね。うん、なんかね、よいしょ。住民の皆さんはなんか上陸拠点らへんにね、結構集まりがちっぽいんですよね。建物を建ててない時でもこの上陸地点に集まってたので、ここがなんかやっぱり拠点っぽい感じになってんのかなね。ここに建物作って果たして来てくれるんやろうかっていう不安があるんですが、まあ作ってみないと分かんないのでね、はい、作ってみていろいろ住民の動線とか見てみたいと思ってるんですけどね。シドウくん今日はおとなしいやん。
前回異様なテンションの高さでしたからね。よし、空き部屋で来た。あ、でも大きい空き部屋になんねんな、これでも。はい、10×10 で。10×10 で壁を囲いました。よし、OK。じゃあ、もう一段だけ上げますね。3段の高さにしたいぞ。よいしょ。はい。置いていきます。夕焼けが綺麗だな。なんかさ、あんまり高い山とかが、あ、もうこっちには山あるんですけど、そこまでね、高い山ないんでね、めっちゃ見渡せるんですよね、この島。いいですね。いいな、リゾートやな。今日も水着で作業してますよ。住民もみんな水着になったしね。よいしょ。なんとなく入り口はフレームガラスとか置いとこうかな。あ、いいやん。こんな感じで。あ、いいですね。オッケー。あー、いいな。やっぱり白と木のぬくもり合うよな。好きやわ。よし、じゃあもう寝ちゃいますね。はい。おはようございます。ほんまさ、ふさふさ島ベースにさ、作ってよかった。もうずっといい天気なんですよ。天気って大事ですね。よいしょ。さて、じゃあ、この高さでもう屋根をつけていきたいと思います。まあ、登ってつけましょう。よいしょ。はい。屋根ももちろん白で、はい、やってまーす。石の屋根。屋根の部分も、中の部分も白なのでね。はい。染めたらそんな感じになりますので、いい感じですよ。間違えたな。最初の屋根だけ、ちゃんと形を合わせてやらないといけないですね。よし、じゃあ上げてきますね。どんどんと。もう屋根はね、頂点を目指す感じのね、あの4辺から同じ高さで上げていく感じ、正方形やしね。よいしょ。 Google 画像検索で見てもまあそんな感じの屋根でございましたので、うん、よいしょ。はい、はい、どんどん上げていきましょう。なんかいい感じの高さ具合かもしれない。楽しみ。うん、上がってきましたね。あー、なるほどね。割ともうなんか屋根の高さこれぐらいで終わってもいいなっていう感じはするんですけどね。もうちょっとだけ上げるか。天板で締めてやってもいいのか、最後ね。よいしょ。じゃあもう一段上げてみましょう。あと何段やろうな、間違えた。よいしょ。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。こういう感じね。若干高いような気がしないでもないよね。あー、でもここまで来たら最後さ、綺麗にさ、重なってさ、閉まるからさ、正方形なので、ちょっと閉めてみましょう。高いかなー。え、あれおかしなったぞ。そして屋根が足りませんでしたね。よいしょ。出てこれた。これあれかな、ちゃんと回しながら、こうですよね。こう、これで置いたら綺麗な形になるかな。はい、あ、なったなった。頂点に向かって、はい、上げてったけど、あー、まあまあまあ、そんなに高くないか。ちょっと思ったよりは高かったけど、いやでもまあまあ可愛いですよね、とんがっててね、なんかね。あ、いいんじゃないかな。うん、こんな感じで、あ、いいかもいいかも。遠くから見てこう引きで見てさ、なんかこう角度を変えてやるとなかなか馴染んでおりますね。水上コテージ、思ってたのと近い形でできたかもしれない。じゃあ必要ないブロックを壊してきます。よし、オッケー。じゃあできました。はいはい、外観の、はい、のっぺらぼうですけど、まだ、はい、こんな感じで水上コテージの外観が、はい、基礎ができましたね。よし、オッケー。じゃあこっから飾り付けをしていきますよ。ベランダが作りたいんですよね。よいしょ。じゃあもうなんかこの
この一面全部ぶち壊してベランダにつなげていく感じにする。ぶち壊すか、まずとりあえず真ん中を壊してフェンスを取り付けるか。ここかな、おお、ここかな、ここですね。よしよし、ここにぶち開けてですよ。そうそう、こんな感じでこっからベランダスタートにして、まあ格子の床で置いていこっか。よし、あ、格子の床がいい働きするなこれ、好きやなちょっとお気に入りの床増えた。格子の床を使いがちになるかもしれない今後向きがあるんですよねこれね。こう向きに置くと、あ、そうですよね、やっぱりちょっとね若干のね向きがありましてね、縦のやつが上か横のやつが上かっていう差なんですけど、こう見た時にわかるかな、なんか若干違うんですよねこうやったら、ほら若干のね向きの差があるんですよね。うん、縦側がつながってるか横側がつながってるか微妙な差なんですけど、ちょっと気になるのでちゃんと向きを整えて置いていきたいね。ということはビルダーアイやな多分やけど、ビルダーアイでこっちからダダダッと置けば同じ向きになると思うよ。こうじゃない、うん、多分そうやな多分そうです。こうやって置いていこう。何マス出すか、4マスぐらい出すかな。ここまで、ここは柵を置こう。4マスぐらい出そう。こうこうこう、よいしょ、1234、うん、向き合ってるよね。うん、揃ったね、オッケーオッケー。これね、格子の床、これも色変えれるみたいなんですけど、まあね、このね濃い木の色もね白色と合うんですよね。どこを染めてどこを木のぬくもりのまま残すかっていう微妙なね、絶妙なね、うん、でもこれを 白に染めてもきっと可愛いと思うんですけど、はぁ、嬉しい悩みやなこういうのはなんか使いたいブロックとか使いたい色とかがいっぱいあってさ、楽しいね。あ、そうやった、これ繋がんないんでしたね。そっか、ここだけブロック変えてやるしかないな。うーん、どうしよっかなここだけ何のブロックにしよっか、浮いちゃう感じになっちゃうんですよね。よいしょ、うーん、どうしよっかな。あ、これもう一個あげればいいのか、木の柵じゃあ何で支えてんのかっていう話になるよな。ね、こうやってあげたらさこの木の格子の床は何で支えてるのかっていう話になるから、うん、木の壁置いとく、とりあえずこれにするね。ちょっとおかしいかもしれないけど、夜くんの早いね、ほんま早いあ、いい感じいい感じ、よいしょ、はい、じゃあ中から、うん、こっからベランダに出れますと。ベランダの扉はウェスタンドアを白に染めてみたんですが、あー、まあ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 いいかなこれで。でここをさ、さっきと同じようにフレームガラスにしよっか。お、ちゃうぞ、こうこう、うん、でこうで、ここがベランダと。良いよ。そしてですよ、まあ、ベランダなので柵をねこうやってつけていこうと思いますね。白のこれはねおしゃれ柵、もともと白なんですよね。あー、いい感じいい感じ、あー、いいね、あー、白と気がいいわ。あ、夜もめっちゃいいやんこれ、明かりどんどん増やしてったらさ、あ、リゾート感出てきたなー。あー、ずっと晴れて最高。じゃあ寝ましょうかはい、明るいうちに作業しましょう、やっぱり。はい、寝ましょう。ありがとうございます。さて、あとは窓をつけるぐらいかな、外観は。あ、そうそう、出窓をつけたいなと思っててね。どっち側、こっち側にしようかな、こっち側を出窓にしよう。
まだね、出窓も作ったことないんですけど、ね、多分この床を出して、何マスぐらい出せばいいかな、これぐらいでいいか、1マスでいいかな、床出すのは。こう出してですよ、フレームガラスをちょっと置いてみよう、とりあえず、よいしょ、はい、でこうやって置いて、これで出窓になった。ほいで外からちょっと作業しますが、よいしょ、まあちょっと出てる窓になってるんですけど、このままじゃおかしいので、まずはこの天板の屋根でここに置いてあって、ふん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 塞げましたね。そしてですね、この周りもおかしいから、何置けばいいんやろ、柵、よい、ほい、どうなんやろこれ、どうなんやろうね、なんか隙間が空いてるよね。天板をもう2つ置いたらいい？え？ちょっと待って、出窓むずい、わからんくなってきた。普通にブロック置くか、あ、使いたいブロックがない、あ、待てよ、城といえば白樺原木、あ、でも白樺ってさ結構寒いとこに生えてるイメージやから、ちょっと南国やからあんま置かん方がいいかな。あ、しかも持ってたな、どうやろう、ちょっと一回置いてみよっか、白樺原木をここに置いてみよう、はぁ、あ、はぁ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 はいはい、なるほどね。あ、やっぱりなんか寒いですね、このブロック、私の中でのイメージね。なんか白樺って長野県とかさ、北海道とか寒いところに生えてるイメージなんですよ、自然が広大なところにね。これじゃなくてヤシ原木にしようかな、唐突にヤシ原木が登場したらおかしいか、まあおかしくはないねんけど、おかしくはないねんけど、なんか違うような気もするな。木の飾り床かな、を白に染めますか。そうしましょう、これね、これを作って、よいしょ、こっちに変えます。もうね、すでに使ってるブロックにしますね、木の飾り床。あ、これがいいね、これがいいわ、自然や、あ、違えた、あ、ちゃうちゃうちゃう、なんか勝手に動くぞコントローラーがほんまかいって言われそうやけど、こうかな、こんな感じ。出窓上全部天板置いた方がいい、天板を全部に置いた方がいいかもしれないので、あ、こっちの方がいいか、よし、あ、こっちの方がいいね、オッケーオッケー、できたできた。出窓も可愛いな、いいな出窓、いいです、よっしゃ、できた、オッケー、ここはこれでいいかあー、ここもさ、こっちにするか、これね、あ、こっちの方がいいかも、白と木のバランス、こうね、オッケーオッケー、よしよしよし、いいぞ、よしよしよし、はい、中に入ると、もうちょっとなんか火の光を入れたいよね。こっちも窓をつけましょう、窓を多めにしたいんですよね。もう床から始まる窓、よいしょ、こんな感じで窓窓と、はい、うん、明るくなったね、こんな感じかな。もうここもなんなら全部窓でもいいねんけど、うん、そうね窓の数とバランスがね結構ね難しいよね。ここに1個だけつける、うん、顔みたいで可愛いかも可愛い可愛い、顔みたい、よしよしよし、あ、出窓出窓、ちょっと出てんの良いね。でこっちも1個だけこうやって外して、ここも窓にしましょう、あ、ちゃう、
よっしゃできた。あ、かわいいかわいい、いいね窓、屋根のね、窓はつけたらいいかつけん方がいいかね、ちょっと決めかねている。このね、トゥルッとした感じもいいと思うんですけどね、ちょっと一回つけてみる。つけるとしたらこの辺、あー、どうかな。屋根飾りいらんか。なんかつるっとしてる方がコテージっぽいかもしれへんな。いや、これはこれ可愛いんやけどね。なんかね、画像で見る感じね、屋根にはね、何もついてないんですよ。つるっとしてるんですよね、このようにつるっとねつるっとつるっとしてるんですよ。よいしょ。うん、トゥルッとしてる方がいいような気がするな。ちょっと屋根、ね、寂しいか。いや、そんなことないな。なんかほんまはなんか藁みたいな屋根なんですよね。だから窓とかつけたらちょっとは離れちゃうので、そうね、これでいきますか。うん、いいね、これで完成かな。うん、窓も多いし、どうなの、窓もっと多い方がいいのまあ、いっか、こっから出てね、オーシャンビューはいつでも楽しめるし、まあまあまあ、これでいっか、プライベートも大事やしね。ね、スケスケハウスもなんか良くないと思うので、はい、ホテルやしね、一応ね、水上コテージってことは。これでいきますか。はい、じゃあできた、できたね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じで、あ、いいね。いいね。最後じゃあキメラくん探してキメラくんで上から見てみよう。よいしょ、はい、よいしょ。あら、ジバコちゃんもバニー服になってる。ジバコちゃんも何でも着てくれるな。兵士ってなんかあんまり着替えてくれへんかなと思ってたけど、結構着替えてくれてるわ。あ、あ、あ、皆さん見て、チャコちゃんが水着に着替えてくれてる。やったー、よかったー。そっか、チャコちゃんは今んとこね、農作業があるから多分忙しくて、あ、他の人多分めっちゃ暇なんですよ料理することもできないしね。そっか、忙しくて着替える暇がなかっただけかもしれない。やったー、チャコちゃんも水着です。イエーイ、嬉しい。他の皆さんも今日も着替えてるのかな。あ、着替えてるね、みんな毎日違う色に着替えてるわ。へえ、こだわりがあるんかな、みんなね。楽しそう。ハグリ、今日はいいか。そうね、この彼だけは別に着替えていらんかったのね。あ、女の子の部屋にすればいいんかな、あっこの更衣室をね。そしたら男の子は来れなくなるから着替えなくな、あ、やったー、バニー服も、バニー服もなんか黄色着てくれてる。やった、よかったー、嬉しい。あ、ペロちゃんの水着の、ピンクの水着めっちゃ似合うねんけど、ペロちゃん何してんねやろペロちゃんのピンクの水着似合うな。うわー、なんか毎日楽しいな、みんな何着てんのっつって。ちょっと待って、ルルちゃんのこの黄色のバニーめっちゃ可愛いやん。ちょっとセーラームーンっぽいやん。キティちゃんでもあるな何を言ってんねやろさっきから。あ、楽しそうに、もう女子してちゃうちゃう、キメラ、キメラ探しに来たんやった。いや、みんながあまりに可愛くてさ。あ、いたいた。よいしょ。じゃあ、キメラさん、ちょっと来てください。ちょっとパーティーに入れられへんのかな？めんどくさいねんけど、いちいち連れてくの。連れてこれた。連れてこれた。あ、見て見て！あ、なんか良くない？ちょうど日が暮れてる頃やから、より一層なんかムード出てる。めっちゃいい感じやん。いい感じにできたやん、これ。水上コテージ。いいやんか。いいですね。なかなかいいですよ。これは泊まりたいな。いや、泊まりたいわ。泊まりたい。ああ、いい感じ。パラダイスが。はい、始まるよ、ここから。パラダイスがね。よいしょ。はい、というわけで今日はね、水上コテージ1個作りました。はい、これを増殖させましょう。あ、そうね、やっぱりまだあれか、まだあれやな、内装全然やってないから次回内装やりましょう。はい、内装やってから増殖しましょう。コピーコピー
はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。